はい、こんにちは、かまりです。今回もポケモン対戦やっていきたいと思います。今回使っていくのが、ポリポリテブリムですね。ポリポリテブリム構築。これを使って戦っていきたいと思います。前回は、ポリポリエモンガっていう構築使ったんですけど、今回はね、ポリツーを抜いて、ポリゴン、テブリム、ポリゼット。このね、はい、3匹で戦っていきたいと思います。で、今回はね、まあね、どんな感じでやるかっていうのは、まあ戦いながら見せていくんですけど、まあ初手ポリゴンで、電磁波巻きながら、まあテブリム出して、で、テブリムからの瞑想バトンを積んで、ポリゴン Z で高速移動を積んで全抜きしていく。はい、この方でやっていきたいと思います。で、今回ね、相手って、ね、ナットレイっていうポケモンがいるんで、ちょっとしんどいんですけど、まあ、テブリムで2回瞑想を積まないといけないってところがちょっとしんどいっすね。まあ、ですけど、まあね、テブリムのおかげで格闘の一環を切れたりとかね、そこが強いんで、で、今回 HB ブッパ。なので、魔法一歩はきついんですけど、まあ、ウーラオスぐらいならね、吹き飛ばしてくれるんじゃないかなと思っているんで、まあ、これでいきたいかなと思います。多分、相手ナットレイは 100% ぐらいの確率選出してくると思うんですけど、まあこれでいきたいかなと思います。まあテブリムがね、一応ね、あのマジカルフレーム覚えてるんで、炎技があるっちゃあるんで、ナットレイの打点としてはまあまああるんで、まあテブリムをね、まあアタッカーとして時々使う可能性もあるんですけど、起点作成ですね。今回ポリゴン、テブリム、ポリゼット、この選出でいきたいと思います。初手ダルマが来てくれたらありがたいですね。まあダルマからのトンボ返りとかうざいんですけど、まあ後続のポケモンに一応電磁波入れれたりとか、一回高速移動積んでしまえばポリゼットで上を取れるようになるんで、ヒダルマぐらいなので、今回はそれでいけると思うんで、まあ、今回ねポリゼットのね、あのパワーと耐久に依存してるところが強すぎるんで、まあ、今回はね、わウーラオスから来てくれた、ありがたい、それはありがたい。ここ電磁波外したらマジで負けますね。電磁波外したら負けるんで、まあ、とりあえず電磁波当てていきましょうか。ふかしの拳、まあ守る系は一個もないんで、とりあえず大丈夫で、今回電磁波入れてきたんですけど、まあ、電磁波トンボまあトンボですよね、そりゃ。で、まあこんぐらい入ると、で、まあまあ高速移動さえ積んでしまえればいけるんで、ここは一旦ポリゴンで電磁波巻きたい。相手電磁波系回路はしてくるんかな、ポリゴンごときに。クラフト、ナットレイか。まあもう起点にはなるかな。ちょっと起点にしていきましょう。ナットレイを起点にどんどん積んでいきたいと思っているんで、とりあえずここはここ高速移動積みましょうか。高速移動を積むことによって、まあ、あいつの上は取れるようになるんで、で、ここ風一発打って高速移動かな。一旦削っときたいところがあるんで、削りましょうか。で、まあ、ここさ、手振りのバックで、あれを引くっていうのもありだったんですけど、何やったっけ、宿り木の種跳ね返すのもありだったんですけど、はたき、あざす。はたきは大丈夫ですね。まあ、気合いの助けなんで、このポケモン。奇跡と思ったんですかね。はい、まあまあ、そこは関係ないんで、とりあえず、ここは、宿り木相手打ってこないと思うんで、ここは、ここ風打って削っていきましょうか。削っとくことによって、まあ一応ポリゴン Z で上を取れるようになるっちゃなるし、まあナットレ削っとってくれたらなーって感じなんでね。はい。とりあえずこのまま行きましょう。素早さ下がって、ジャイロボール、あざす。で、まあテブリムか、どうしよっかな。まあここ、ナットレ吹き飛ばすのもありなんですけど、ナットレ飛ぶかな、これマジカルフレームで。まあテブリムここ出していかないといけないんで、テブリム出していきます。で、一応ウーラウスのトンボ返りで死ぬ可能性あるんで、このテブリムってポケモン。一応今回 HB ブッパで連れてきたんですけど、そこがちょっとしんどいんで、ここは一旦はたき落とす来るかなと思うんですけど、抜群はたき落とす。でもテブリムの耐久なら耐えてくれると信じたいし、まあマジカルフレームで削っとくってのもありかなとは思うんですけど、まあ、ここは瞑想積んでいきましょう。瞑想バトンでいきましょう。で、とりあえず、オッケーオッケー。引いてきてくれた。で、ST、誰だ？あ、さっきのウラウスか。ウラウスのトンボ返りですかね。トンボ返りなトンボ返りでアドがあるんで、まあ大丈夫。とりあえず、まだ奇跡がある状態なんで、耐えてくれると思います。で、ここ、ほっぺスリスリ打ちましょうか。ほっぺスリスリ打って、で、まあ、一応、助けはないと思うけどな。ハチマキ臭いんですよね、あの火力。いや、ハチマキじゃないか。CS ブッパのポリゴンにあんだけのダメージが入れてないんで、多分助け、ん？ハチマキではないと思うんですよね。なので、弾でもなかったんで、とりあえず、オッケー。いいダメージ。で、これさ、鉄トゲ入るよね。鉄トゲ痛いんですけど。まあ、ここは瞑想積むしかないんで、瞑想積んでいくんですけど。で、ドナストーン、誰だ？あー、ピカチュウ。キメー。キメー。キメー。
キメポケモン来た。ピカチュウか、ピカチュウか、相手も舐めてますね。ここは瞑想バトンしたいんで瞑想積んでいきます。まあ、猫魂、痛いな。まあ、痛いけど、まあ、一応ここは瞑想積んで、バトンしたいんでバトンしましょうか。で、相手ほっぺすりすりとか覚えるんかな。いや、ほっぺすりすり入れてないと思う。ボルテッカー。いや、死ぬか、これ。え終わったわ。いや、終わったかな、これ。終わったかな、これ。ポリゴン Z 一応出します。これ終わったくせえぞ。いや、もう何も起点できてない。ここはポリ Z 出して、まあ、一応は高速移動あるんで、高速移動積みましょうか。高速移動破壊光線連打で、まあ、倒せないこともないんでね、相手のポケモン。なので、ここは高速移動1回積むのが一番安定。なので、ここは高速移動積んでいきます。ピカチュウの攻撃一発耐えれるかどうかなんですけど、耐えれる気が全くしていない。で、ボルテッカやったら、まあ、ワンチャン耐える説はあるけどね。いやー、きついか、これ。とりあえず高速移動から入りましょう。で、相手、麻痺技打ってきてくれるな、打ってきてくれるで、もう一回高速移動積めばいいんで、穴掘りおじさん、オッケー。これいけるくねこれポリ Z でいけるくね。ここ一旦、ああなったんで、ここは、上から殴れるんで、ここは、悪の波動から入りましょうか。悪の波動から入らないと大魔弾一旦無駄にしちゃうんで、ここは一旦透かしましょう。で、穴掘り、どんぐらい入る？あ、オッケー、いい耐久。いい耐久で、まあ、ここは、とりあえず、大アタックを打っていきましょうか。破壊光線で。で、ナットレイ言ってさ、ポリ Z ワンパンで飛ばせる、やついないんで、とりあえず、クラフトってあれだ。まあ、ナットですよね、ナット。ナット、この HP だとワンパンできないんですよね。我だけ3回積んどかないとダメなんですけど、守るあったらしんどいか？いや、それもないわ。守るあっても、まあ、なんとかなるんじゃない？とりあえず。で、ここ、ああ、騒ぐんだ、ダメか。騒ぐはないわ。悪の波動打って倒すっていうのが一番安定だった気がしなくもないんですけど、でも、ポリゼット言うて今、そこまでなんか火力があるかって言われたらないんで、悪だく見つめないんで。で、悪の波動だと余計火力ないんで、あ、オッケー。次、守る挟まれても倒せるんじゃないかな。多分、食べ残しでもなさそうやし。なので、ここはよくで、で、ここは破壊光線で、2匹持っていけた、あと破壊光線打つだけで1匹持っていけるはずなんで、ここはとりあえずこれでいきましょう。いや、こいつ痺れんかな。あ、ダイアタック通る。守るないんか、こいつ。守るなしか。いいね。いいじゃん。で、ここは多分大丈夫。ピカチュウは猫騙ししてきたところで大丈夫ですし、あと多分守るしてきてもピカチュウごときやったら貫けるんじゃない？ポリゴンで。で、最後ダクマ、ウーラウスか。ウーラウスをどうやって突破するか。ウーラウスはまあワンパンできるはずですよ。特防そんなになかったんで。で、上は取れてるんで、ここはダイアタック打っていきましょう。先制技もないでしょ。そんななんか強い。マッハパンチとか覚えるっけこいつ。いや、全然わかんないんですけど、まあ、とりあえずポリゴン Z でいけるんじゃない。ダイアタック。タスキかこれ。タスキかこいつ。絶対タスキだ。タスキじゃない？え？もうわからん。もうわからん。命削られた。で、騒ぐで多分ね、ピカチュウぐらいやったら持っていけると思うんですけど、持っていけなかった時がかなりしんどいんですよね。まあ、あとポリゴンで、破壊光線打つか。もう当てよ。破壊光線当てたら勝ちなんで、こんな。外したら負けです。当てよ。当てよ。しっかり当てよ。当てて倒そう。猫魂、まあ、とりあえず猫魂から入ってくると。まあまあ耐えますよ。そんぐらい耐えますよ。で、ここ破壊光線で。電光石火とか覚えてないよね、お前。覚えとったら、結構やばい。でもさすがにさ、先制技2個で枠埋めるとかなくない？そんなこと。で、まあ、ここはとりあえず、破壊光線打つんですけど、外したら負けなんで、かなり危うい対戦。いや、てかこのポリゴンずっと強くね？普通に。いや、普通に強いわ。ウーラウスの上から殴れるってところが結構強いっすね。まあ、キモ。あ、ダメや。こんなこと言ったらピカチュウガチ勢に怒られる。当てろ。オッケー。はい、お疲れ。対戦ありがとうございました。テブリムとポリゴン何したお前ら。何もしてないぞ。キモい。よし。よし、ポリゴン Z の一人勝ちですね、これは。ポリゴン Z 一人勝ちしまったけど、まあ多分2戦目ちゃんとテブリム活躍できるようなね、相手。今回ちょっとね、きつかったな。ナットレがいたのがちょっときつかったんで、まあ2戦目はね、いい感じの相手と当たることを祈っております。ということで、2戦目行きましょう。
はい、2戦目やっていきたいと思います。2戦目はなんかめんどくさそうなポケモンで、立ちふさぐはクソみたいに重いんですけど、まあクソみたいに重いポケモンを倒すための、まあポリゴン Z ですね。はい、てかラランテスすごくね、なんか私ちょっとねこれ潜ってみたんですけど、ラランテスとの遭遇率が高い。まあまあまあやっていきたいと思います。戦術はさっきと一緒でもう行くしかないんで今回。はい、でこれで雪目の子とかがめんどくさいんかな。あとムシャーナの瞑想バトンとかで、まあラランテスに繋げられるとかそういうのも嫌なんですけど、まあこれでいいかな、多分いけるはず。手振りも瞑想覚えるんで、瞑想バトンを瞑想積み合いして戦っていこう。うん、それでいいはずで、どうなんやろ、相手重いんかな。まあドータくんぐらいやったらね、ポリゴン Z の破壊光線で吹き飛ばせますし、まあ言うてね悪の波動が抜群で入ったりもするんで、多分それでいけるはず。で雪目の子から来る、電磁波巻きたいな。でトレース、なんだろう相手、雪隠れかな、よくわからん。雪目の子の呪われボディ、あざす。で、呪われボディは結構いいんじゃね、電磁波巻いていきましょう。とりあえず電磁波ここ風でいいはず。ああ、同じことしてきた。気持ち悪い。気持ち悪い。動いてほしい、ここ。オッケー動く。で、こっちも電磁波入れる。で、ここ風打って、ちゃんと起点にしていきましょう。で、ここね、どうしよっかな。高速移動積みましょうか。いや、高速、イカサマ高速移動とかで行く？イカサマしましょうか、一旦イカサマで雪目の子削っときたい。オッケーオッケー、動けない。こっちはイカサマ撃ってる。で、まあ、どんぐらいだろう？ 3 分の1ぐらい入るんじゃね？あ、めっちゃ入った。で、オッケー。で、このまま突破したら、なんか起点にされそうなんで高速移動しときましょう。高速移動連打でトリプルアクセル。ああ、効かないね。あ、急所。あ、3回目これ威力上がるんやったっけ、どんどん。呪われボディ、トリプルアクセルを封じ込める。素晴らしい。素晴らしい活躍を見せております。で、高速移動で S を上げると。で、ここは電磁波連打でいっかな、別に。電磁波、いや、高速移動連打でいっか。ここは高速移動打ちましょう、もう一回。裏の、このまま雪目の子に倒してほしいんで。うん、それでいいはず。雪目の子が倒してくれたら、それでアドなんで、オッケーオッケーオッケー。引いてくるよね。で、引いてくる可能性があったんで、ここは、とりあえず、あ、痺れて動けない。でも、今、ポリゴンの方が多分上取れてるんじゃない？素早さ、ガンブリしてるんで。なので、ここは一旦、電磁波から入りましょうか。電磁波から入ります。電磁波で痺れさせたい。で、ダイマックス？おぉ、かっこいいな。ダイマックス。え、何のためのダイマックス？え、まさか天の弱じゃないとか、リーフガードとか特性。え、ダイナックルって A を上げたいんかな？よくわからんけど、まあ、とりあえず相手は、なんかダイマックス切ってきましたね。で、エリック。エリックってニックネームかっこいいな。私のラランテスニックネームついてなかった気がする。で、上から電磁波打てる。オッケー、当てていく。ちゃんと当てるのも偉いな。で、まひらせて、もう動かなくしてほしい。で、動けない。ダックル。え、これさ、まさかのラランテスこれ、あれじゃないみたいな。あれじゃないパターン、まさか。何やったっけ、天の弱じゃないパターン。え、天の弱よね、そうよね。え、なんか、ラッキーなんやけど、これ。え、なんだろう、これ。まあ、とりあえず、テブリムから出しましょう。テブリム出して、瞑想バトン積んでいきたい。で、これ、多分、テブリム上から動けるはずなんで、とりあえず、上から動くことになるんですよね、これ、絶対に。なので、ここは瞑想を積んでいきましょう。いくらテブリムの素早さとはいえ、ラランテス、麻痺ってるラランテスよりか上を取れてしまうというね、はい、事件です、事件。60族の麻痺をギリ抜いてしまうぐらいの素早さになってるんで、このテブリムってポケモン。そこがちょっと弱いよね。で、瞑想を積む。で、相手は物理技は特にないし、叩き落とす根策ないんで、ラランテスってポケモン。なので、ダイヤークも多分ないはず。で、A も1段階下がってるんで、ダイヤークがあったとしてもなんとかなる。ダイワームか。C 下げてきましたね。それはめんどくさい。あー、でも、いけるいける。いけるぞ、これ。これはいける。ちゃんといける。ちゃんと受け切れてますね。ダイワームってことは何だろう。え、物理かな、特殊かな、よくわかんないっすね。まあよくわかんないんですけど、とりあえず引っ込めた、あざす。で、引っ込めてくれたら、まあまあまあ、まだなんとかなるか。雪目の子かな、ここ。ダイゴ誰だ。あー、出た、タチフサグマ。タチフサグマ出ました、キチガイポケモン。こいつはどう処理しよう。こいつどう処理しよう。根性発動するか、ここで。いや、きついぞこれ。根性発動しない。え、まあ、ここ、ほっすりから入ります。ほっすり打つことによって、もうこれ、勝ち確になるはず。ほっすり当てれたら勝てる。オッケー。で、ここは、進化の気づき落ちるんですけど、ほっぺすりすりで、まあ、ひらせていく。ラムじゃないよね、お前。
ラムじゃないよね。ラムじゃないよね。オッケー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 。で、ここでもう、マヒルことにかけてのバトンタッチですよ。うん、ワンチャンマヒルんじゃないか説でバトンタッチ。叩き落とすレンダー。まあまあまあ、しゃあないっすね。これはしゃあないんですけど、まあ相手ダイマックスも切りましたし、ポリゴンで確定で上取れてるんで、まあ今回ね、バトンタッチができてないんですけど、ここまでね、仕事してくれたらこの2匹はいいんじゃないかな。うん、上絶対取れるんで、もうポリゴン Z で。で、相手が直帰であっても、破壊光線で倒せると。ここはダイアタック打っていきましょう。で、ダイウォール何やったっけ、ブロッキングされたところで、まあ、2発で倒せるはずなんで、ラランティスも倒せるよね。あ、雪目の子おったお前、存在忘れとったわ。あ、お前の存在忘れとったわ。普通に存在忘れてましたね。お前の存在忘れとったわ。ここ高速移動積んだ方が良かったんかな。雪目の子の存在マジで忘れとった。これデンジャー当てられたら死ぬくね。やべえ、やべえ、今気づいた。今気づいた、これやべえ。これやべえ、やべえぞこれ。結構やべえぞこれ。次電磁波入れられたら死ぬんですけど。いや、でも雪目の子麻痺入ったよね。これ上取れるよね。確実に上取れるはずなんで。てか全員麻痺入ったよね、相手。なので、ここはダイヤーク打っていきましょう。で、相手が何引いてきても特防下がるんで、まあ、大丈夫かな。いけるはず。オッケー、上から取れる。いや、ちゃんと全員に麻痺入れたのは偉いぞ。あいつら麻痺巻くだけしかしてないけどさ。まあでも、立ちふさぐまの攻撃を耐えつつ、ちゃんと麻痺入れてくれた手振りも活躍しましたね。瞑想バトンできんかったのは痛いんですけど、まあ裏でね、瞑想バトン決まった試合あったんですけど、なんかあいつのプレイング的な何かでいけた気がしたんで、まあ今回はこれでいいかなって感じでございます。ダイアタック打っていきましょう。ここはダイアタックで何が来ても吹き飛ばしたい。で、ラランテスを残された方が楽なんですよ、私的に。立ちふさぐまね、残された方がきつかったんで、立ちふさぐまの方がね、多分火力出るんで、まあこれで OK。で、最後、ラランテス、あいつを破壊光線で当てれるかどうかよね。バカ力は多分、いやバカ力耐えれ、いや耐えれるよ、ラランテスのバカ力一発、多分。ラランテスぐらいやったら耐えれると思う、タイプ不一致やし。ラランテスやったら耐えれんかな、バカ力。で、ここは破壊光線打つしかないんで、破壊光線打ちましょう。破壊光線で吹き飛ばす。当てろ当てろ当てろ、吹き飛べ、いけ。で、直近でも飛ぶやろ、これ。はい。はい、ありがとうございました。対戦ありがとうございました。雪目の子残っとった時は不安になったけど、敵全部に麻痺を入れた、はい、ポリテブコンビで、はい、勝ちましたね。ポリテブ3級です。対戦ありがとうございました。いやー、ちょっと今回うまく回らんかったな。やっぱ壁必要ですね。いや、壁必要ではないんかもしれんけど、テブリムが回復ソースがないってところがね、ちょっと厳しいところなんで、まあ進化の奇跡持たせたりとか、まあ他のポケモンで代用できるやろっていうね、意見はあるんですけど、私がテブリムただ使いたかっただけなんでね、今回こんな感じでやってます。ということで、まあ、デモンガよりかは活躍せんかったけど、でも可能性はあるよね。高速移動で戦っていくポリゴン Z。はい。これを完璧にさせるためのテブリム。これがハマった時は、まあ最強なんですけど、今の環境となんかちょっと合ってないよね。うん、今の環境にテブリムがなんか合ってないんで、みんなトンボ返りバンバン打ってくるしさ。なんかそういうところがきついんで、まあ今回はね、ポリポリテブリム、ちょっと失敗かなって感じですね。次回ね、もうちょっと、次回っていうかもう今度ね、もうちょっといい感じの型を考えてくるんでね、その時はもっと強いね、はい、ポリポリテブリムでやっていきたいと思います。ということで今回はこれぐらいで終わりたいと思います。また次回の動画で会いましょう。バイバイ。